どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。4月13日クイズ今日の歴史、本日は巌流島の戦いが行われた日でございます。あの有名な宮本武蔵 VS 佐々木小次郎の決闘ですね。場所は現在の山口県下関市、当時は船島と言いましたが、後に巌流島と呼ばれた小さな島で行われたというふうに言われております。で、この巌流島の戦いの面白い面白いところは、それを取り扱った江戸時代の資料ソースが怪しいというところですね。これが面白いんですよ。あの宮本武蔵の戦いのことだったりね、功績が分かるのは、まあ、自身がまとめた五輪の書がありますね。ただね、この五輪の書にはね、巌流島の戦い登場しないんですよ。変ですよね。で、どこで登場するかというと、まあ有名なのは小倉碑文というのがありまして、これは宮本武蔵の養子になった宮本伊織さんがですね、まあ、義理のお父さん武蔵を顕彰するために功績をまとめた石碑を建てたんですね。そこに武蔵さんのこんだけすごかったみたいなのが書かれてる中にですね、巌流島の戦いのことが登場してます。あとは武蔵さん関係だと二天記という記録もありますけども、これはね、細川家、熊本城のお殿様ですね、細川家の筆頭家老で松井家というのがいたんですけど、その松井家の兵法指南、まあなんだ、兵法の先生を務めてた豊田家というのがいたんですけど、その豊田家がまとめたのが二天記ですね。で、豊田家は二天一流という流派で、これは宮本武蔵が外されてますので、まあ、つまりだから宮本武蔵関係の資料というのは本人のものか養子か弟子がまとめたものが基本なので、まあ、当然ね、森に盛られてるわけですよ、おそらくね。で、客観的な記録資料がほとんどないので、そこがね、僕は宮本武蔵の面白さだと思ってます。あと、さらにその二天記とかをベースに、あの有名な吉川英治さんの宮本武蔵という作品が登場してて、それがまた定着しているので、我々がイメージする宮本武蔵っていうのは、江戸時代からずっと現代まで宮本武蔵好き、宮本武蔵推しのフィルターがたくさん通ってるので、実像とはどれぐらいこう離れてるのかっていうのはね、わかんないですけど、そこがまた面白いですね。じゃあ客観的な記録というとね、一応あるんですよ。これね、沼田家記っていうのがあって、まあ、沼田家の記録なんですけど、この沼田家は、これまたあの細川家ですね、熊本城の細川家に仕えてた家臣なんですけども、その功績をまとめた記録の中に巌流島の戦い登場するんですよ。もちろん宮本武蔵さんも登場します。では、じゃあその沼田家記から問題いきましょう。まあ、巌流島の戦いというとね、宮本武蔵と佐々木小次郎が一騎打ちをして、まあ、宮本武蔵が勝利を収めて、まあ、小次郎を倒した、殺したということでおなじみですけども、この沼田家記は少し戦いの様子が知ってるやつと違うんですね。では、沼田家記に残されている巌流島の戦い、佐々木小次郎最後のシーンというのはどういう風に描かれているでしょうか。あの文字城というお城があったんですけど、そこのお殿様で巌流島がね、船島が近くにあったので、その事件の後に宮本武蔵がね、文字城に逃げ込んでくる場面があったので、その前後のことがね、書かれてるんですよね。あの有名な船の会で戦ったっていうのも、あれ江戸時代の軍記物、ちょっと小説みたいなもので登場するので、これもまた事実とは言い難いかもしれませんね。では正解いきましょう。正解は弟子が殴り殺したでした。最初聞いた時信じらんなかったですけどね。あのその沼田家記にはですね、本当は1対1ですよね、当然ね。で、小次郎の方はそれを守ってたんですけども、宮本武蔵はですね、こっそり弟子たちを連れてって船島に行ってたんですよ。でもね、最初はちゃんと宮本武蔵強くて小次郎を倒すんですよ。倒すけど小次郎にまだ息があったと。で、倒しきれなかったんですけども、その後小次郎が息を吹き返したんですって。まあ気絶してたんですかね。息を吹き返したところ、隠れてた弟子たちがわーっと小次郎のところに群がって殴り殺したっていう記録が残されてるんですね。結構衝撃ですよね、これね。で、その後小次郎の弟子たちが怒って武蔵を襲撃しようとするんですけども、武蔵は文字城に逃げ込んで沼田家のお世話になりましたという話が残されてるんですね。で、そうだ、お相手になった佐々木小次郎さん、この方も謎だらけですね。まずね、佐々木って名前だったかどうか分かんないですね。多分ね、実在はしたような感じで書かれてるんで、いたはいたんでしょうけども、名前は小次郎、そして流派はどうやら巌流だと、まあ、巌流島の由来になってますね。だから巌流小次郎とかっていう風に言われてたんですけども、ただね、途中で江戸時代で狂言だとか浄瑠璃で描かれる時にですね、いつの間にか佐々木と名付けられるんですよね。で、佐々木巌流なんていう風な役名がついて、まあ佐々木ってね、もともと武家の名門なんですよ。あの有名なとこだとね、あの近江の守護を務めてたあの六角家とかもね、もともと佐々木だったりするんで、まあなんかそういう強さとかのイメージ、武家の名門とかってイメージがあったんですかね。まあ佐々木と名付けられてですね、いつの間にか佐々木小次郎という風に呼ばれるようになったんですね。
で、朝倉家に仕えてた戸田正元っていう剣豪がいたんですけど、今もあの朝倉家の城下町のところに戸田正元の道場跡っていうのがあるんですけど、その弟子が小次郎だったという話もあるんですけど、戸田正元って生まれめっちゃ前だよな。あ、生まれは分かってんのか。西暦1524年、大英4年なので、そうすると小次郎さんはその弟子とするとね、おそらく1530年から40年とかで生まれてるってなると、下手するとこの巌流島の戦いの時に70歳を超えてるって可能性もありますよね。で、ちなみにね、あの巌流島の戦いの舞台となったその船島というのはですね、あの大正時代にですね、あそこ関門海峡の要衝 で島といってもあのもう岩礁だったらしいんですよ。岩だったらしくて、それ邪魔だからっていうので一回爆破してんですってね。で、爆破して、で、その後三菱重工さんかが爆破した部分も含めて埋め立てて今の船島、巌流島になってるみたいですね。船が出てんですよね。まだ行ったことないんでね、早く行きたいですね。以上、4月13日クイズ今日の歴史でした。今日も一日頑張れ歴史。